世界保健機構のテドロスジム局長は8日、韓国は新型コロナウイルス感染症との戦いで進展が見えると評価した。テドロスジム局長はこの日にツイッターを通じて、韓国の公共は韓国外相ととても生産的な通話をしたとして先のコメントを明らかにした。テドロスジム局長は、 新型コロナを抑制して生命を救うための韓国の参加に感謝するとし、こ外省がのグローバルな対応として300万ドルの支援を約束してくれたことをありがたく思うと付け加えた。韓国の新型コロナの累積患者は8日午後4時現在、7313人で死者は50人である。